多くの小中学校で夏休みが始まった今日、今年から登山規制が行われている富士山の山梨県側では、規制開始後最多の予約数となっています。夏休み初日を迎えた富士山5合目ゲートです。ここから全国そして海外からの登山客の多くが頂上を目指し出発していきます。山梨県は富士山の山頂を夜通しで目指す弾丸登山などが問題となったことから、今年から1日あたりの登山者数を4000人とするなどの規制を行っています。今日は事前予約枠の3000人分のうち、規制開始後最多の1489人が予約していて、残りは当日枠の1000人に上乗せされます。長男と12年前に登って下の子連れて2回目行きました。この子初めてなんですよね。まあ登れれば、天候良ければ上まで目指そうかなと思います。登山シーズンは9月10日までで、山梨県は事前に予約状況を確認するなどの呼びかけを行っています。